あぐらの状態から両手を胸の前で組みます。息を吸いながら気持ちよく腕を伸ばして、吐きながら両手を膝の上に下ろします。親指が鼻の頭に来るように手のひらと肘を合わせます。左手はそのままで、右手を左肘の下、内側から手のひらを合わせます。息を吸いながら両手を引き上げて、吐きながら目線は指先、呼吸を3回繰り返します。次の吐く息で両手を膝に下ろしましょう。肩を後ろに回して、反対側も同様に。両手を合わせたら右肘はそのままで、左手を下から右肘に絡めて両手を合わせます。息を吸いながらゆっくり引き上げます。無理をしない程度に。吐きながら目線は指先、肩甲骨を開いてゆっくり呼吸を繰り返しましょう。次の吐く息で両手を解放して肩の力を抜きます。膝を立てて腰幅に開きます。両手は肩の下、指先がお尻に向くように手のひらを床に下ろして、息を吸いながら骨盤を引き上げて、吐きながら頭を下げます。首はリラックスして、さあ両手と両足全体で体を支えながら呼吸を繰り返しましょう。お尻もぐっと引き上げます。一度顔を正面に戻して、吐きながら骨盤を床に下ろします。四つん這いから両手を前に、息を吐きながら脇を広げて胸を床に近づけます。おでこか顎を床に下ろして、背中を気持ちよく伸ばしながら深い呼吸で15秒から30秒ほどキープ。さあおでこを一度床につけて、両手で体を支えながら四つん這いに戻りましょう。右手を左脇の下からくぐらせて、肩と頭を床につけます。息を吸いながら左手を引き上げてまっすぐ、吐きながら肩を開いて左手を背中に回しましょう。余裕があれば右の太ももをつかみます。さあ両膝はしっかり立てた状態で、目線は天井、呼吸を繰り返します。次の吸う息で左手をまっすぐ伸ばして、吐きながら床に下ろします。四つん這いに戻ったら反対側も同様に、左の肩を床に下ろして、頭がついたら息を吸いながら右手をまっすぐ、吐く息で肩を開いて届くところに手を回します。さあしっかり両膝で体を支えながら、少しずつ目線を上に向けて深い呼吸を繰り返しましょう。吸う息で右手をまっすぐ伸ばして、吐く息で床に下ろして体を起こします。四つん這いから右足を伸ばして左手もまっすぐ、右膝を曲げたら左手でつま先をつかんで、吐く息で右足を引き上げます。骨盤は床と平行になるようにキープしましょう。呼吸を3回繰り返します。吐きながら下ろして四つん這いに戻りましょう。背中は反らないようにまっすぐ、
息を吸いながら左足と右手を持ち上げて、吐きながらつま先をつかんで引き上げます。しっかり左手と右足でバランスを取りながら、お腹をぐっと引き上げて呼吸を繰り返しましょう。目線は一点、体幹を意識して。さあ次の吐く息で両手両足を床に下ろします。正座になって両手を背中で組みます。肩甲骨を引き寄せて両肘はまっすぐ、息を吸いながら背骨を伸ばして、吐きながらおでこを床に下ろします。無理をしない程度に吐く息で少しずつ両手を引き上げて、さあ呼吸を繰り返しながら15秒ほどキープ。息を吐きながら両手をほどいてゆっくり床に下ろします。さあ体を起こしたら正座に戻ります。両足を伸ばして座ります。左足はそのままで、右足を乗せて膝を曲げたら左膝も曲げて、背骨はまっすぐ、息を吸いながら両手を広げて、吐く息で右手を下から、左手は上から、両手を後ろでつかみましょう。体は正面、呼吸を繰り返しながら15秒から30秒ほどキープ。背骨が反らないようにしっかりとお尻を床につけてお腹を引き上げます。次の吸う息で両手を広げて、吐きながら両足を伸ばします。反対側も同様に、左足を乗せて両膝を曲げて体の中心にセットします。足の甲は床の上、背中を伸ばして息を吸いながら両手を広げて、左手は下から右手は上から、吐く息で両手をつかみます。さあ目線を一点に集中して呼吸を繰り返しながら15秒から30秒ほどキープ。次の吸う息で両手を広げて、吐きながら両足を伸ばします。膝立ちの状態から両手で骨盤を支えながら気持ちよくお腹を伸ばして、右手で右足、左手で左足をつかみます。骨盤はキープ。胸を開きながら喉も優しく伸ばして、深い呼吸を繰り返しましょう。首はリラックスした状態です。次の吸う息で体を起こして、吐きながら尾骨をかかと、両手を前に伸ばしておでこを床につけたら肩の力を抜いてリラックスします。